こんにちは。今日はですね、北海道の絶景、函館ってあるんですけども、そこを、ハーレーで行ってみたっていう動画を、アップしたいと思います。では Here we go。 それではですね、函館の絶景、どこにあるのかを、紹介します。まずこれですね、北海道、道北にあるんですけども、函館は、まずではアップしていきます。でで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 、旭川ですね。旭川なより、上に稚内があります。道北、でここの美深町、場所がここですね。ここに函館山頂、函館、まあここのところの、景色がまあ綺麗ですね。ここから晴れてて天気が良ければ、こっちの方の、あの利尻島の方見えます。綺麗です。で、スタート地点の場所なんですけども、僕の場合ですね、ちょっと荷物が、多かったものですから、預けました。預けた場所がこの美深駅ってあるんですけども、ここです、美深駅で。この美深駅内の観光協会ってあるんですけど、ここで、あの、荷物を預けました。荷物預かってくれます。はい、だからもし函館へ行こうと考えてる方とか、ちょっと荷物が、バイクで行くには荷物がちょっと多いなって思うんだったら、こちらに、預かってもらって、それから、函館を目指した方が、いいのかなと思います。できるだけやっぱり荷物は少ない方がね、走りも楽だし、バイクにも負担がかからないので、まあ、荷物はできるだけ軽い方がいいですね。特に、林道のダートだとかね、ああいったアクロでは、やっぱ軽い方が、特にオンのバイクでは行くような道ではないので、預けました。まあ、行こうと思えば行けんことはないですけどね。意外とフラットだったので、では、ここから、まあ、約2時間、って書いてますけど、実際では、ハーレーで行くと、もうちょいかかったかな、ようだ。やっぱりダートで、途中で、ちょっときついところも、数箇所あったかな、ハーレーで行くには。それで時間があったよ。3時間ぐらいかかったような気がします。普通の、オフロードバイクだったらもうちょっと早く行けるかな、とも思いますけどね。ここから、美深駅からスタートしまして、これですね、こう通って、はい、ここからこうずっと県道685こう行くんですね。まだこの辺は普通のね、舗装道路です。この辺は普通の舗装道路でも、この辺からここかな、確かおそらくここあたりから、函館林道が始まります。ここからですね、ここから函館林道が始まって、ここからもうダートが続きます。オフ車だったらもう楽しいと思いますね。まあバイクで、オンロードのバイクでも、モタードみたいな、ああいったオンロードのバイクだったら、意外といけ、まあ楽しめると思います。ハーレーでも行けないことはないですね。他のレプリカ、レーサーレプリカとかはきついな。忍者とか、さすがに。まあ、頑張っていこうと思えばいけんこともないけども、まあ、きついですわ。はっきり言って。で、トロトロ走る感じになるんで、で結構壊れたりするから、まあ、基本的にはオンで行くようなところではない。けども、この辺まではずっと、ここから、この辺りかな、この辺りまでずっと林が続くんですけど、白樺の木とかですね、ずっと続くんですが、この辺りから、途中、開けてきて、
まあ、なかなかこの辺走るの気持ちいいですね。結構飛ばしたかな。ハーレーでも65ぐらい出して、まあ、ダートの中を砂煙吐きながらザーッと走っていきましたね。結構楽しかったですね。楽しかったけど、ベルトが傷ついて、ちょっと切れてしまったっていうのがね、あるんですけど。で、ここまで行くと、ここですね。箱岳山頂。ここの景色は素晴らしいです。この辺から素晴らしいかな。この辺り、山頂に近づけば近づくほど、こう、途中で見渡しのいい、いいところがあるんで、そこで、休憩したりね、して、景色を眺めて楽しむっていうのもありだと思います。この辺りで。止めれるようなところあるんでね。確か一部。で、ここが箱岳山頂に、ここに、なんか言ってたら、なんか山小屋みたいなところでね、なんかあるんですよ。で、ここまでが、ここまでが、車両、車やバイクで行けれる場所です。でも、ここから先は、まあ、歩いて、で、山頂。この観測レーダーがあるんですけど、ここですね。ここまで歩いて。で、ここから見る景色は、まあ、晴れてたら、まあ、綺麗でもう、すごい素晴らしい景色でね。絶景ですわ。絶景です。そんな箱岳林道をハーレーで行ってみたっていうね。結構面白かったですけどね。では、その、動画というか、まあ、写真ムービーになるんですけども、そちらを、今から、じゃあ、見ていただきたいと思いますんで、では、見てください。チェイス。以上、箱岳林道をハーレーで走ってみたでした。もしよろしければですね、チャンネル登録、または、高評価いただけたらなと、嬉しいです。それとですね、僕1年半後、または2年後、まあ、最低やっぱ1年半後かな。ハーレーでちょっと海外の方、自分の今のハーレーですね、日本から輸送して、オーストラリアをちょっと
旅しようかなっていう計画を今立ててるんですけども、それまでに、なんとか YouTube の登録者数を1000人、いきたいなと思ってるんで、できれば、皆さんのお力どうか、いただけるとものすごく嬉しいかなと。一応毎日ですね、ネタ探して、動画アップしていきますんで、どうか、ご協力のほどよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。